タウンホール街並みフリーマントル港フリーマントルは西オーストラリア州の港町。シュートパース CBD から南西1 9トルのスワン川川口に位置する。人口は約2万9000人。地名は英国海軍の軍人チャールズ・フリーマントルにちなむ。パースの外交として機能しており、州内で最大規模の港湾施設を備えている。古くから 港町として栄えているため歴史的な建物が多く、残り観光地としての側面もある。南極へ向かう各国の南極観測船が寄港している。1829年4月25日、英国海軍の船長チャールズ・フリーマントルのジャレンジャー号がフリーマントル沿岸に着き、フリーマントルを含むスワン川植民地の建設開始。5月2日、ジョージ4世の名により、 ニューホランドの西部を統治する数日後キャンプが作られ、フリーマントルはそれ以来居住地である。1ヶ月後の6月1日にジェームズ・スターリングが正式にスワン川植民地の建設のために到着。パースにはその年の8月12日まで人は居住していなかった。8月25日にフリーマントル船長はスターリングと共に植民地建設を行った後に植民地を去る。 同時に、スターリングはこの港湾居住地をフリーマントルと名付けた。1850年から1868年までは流景地であった。1881年、フリーマントルとパースを結ぶ鉄道が開業した。1897年、港湾の拡張工事が行われ、スワン川川口の砂岩を撤去し、大型船の入港を可能にした。当時は、 中東からラクダが輸入されており、ラクダが道路を移動するための特別な交通放棄があった。1929年死となる。第二次世界大戦時、フリーマントルは太平洋戦域第二番目の連合国軍潜水艦の基地として使われ、アメリカ軍がフィリピンに進軍するまで最大でアメリカ艦125隻、イギリス艦31隻、 オランダ艦11隻が集結していた。フリーマントルには多くの歴史的建物がある。囚人が建てたフリーマントル刑務所は世界遺産に登録されている。イタリア、ポルトガル、クロアチアなどのコミュニティがある。1987年のアメリカスカップの開催で世界的に名前が知られるようになった。AFL チームはフリーマントル FC。 聖火にフリーマントルからパースに吹く製風はフリーマントルドクトルとして知られる。ありがとうございます。